俺は、なんだろう、あの弓の編成で、今、インゴット全部取っちゃってるけど、俺はまあ、普通にこの、凸水の元、まあ、中身は全部タゲ外で。250、200ぐらいで。ユスケブーマーチャー最強2つの若い簡単プレイ。出た。俺、スタックバフを持ってないんだけど、まあ、こういう、なんだろうな。これ、このあたりで。ソードスキル側は、まあ、モッド2枚持ってたんで2枚と、まあ、ここ小春入ってるのは、これが小春2枚条件なので入ってるのと、コネクトは、1枚目が、この、スキルクールタイム減少だから入ってます。この、ふわふわ勇気。で、これ、チャージ時の効果なんですけど、アクトさんならさすがにわかると思うけど、コネクト、に入れるとチャージ時で発動するんで、まあ、これ入ってます。でこれはこれもチャージ時で発動するんだけど、これはスイッチが100、スイッチがそうめっちゃ溜まります。めっちゃ溜まる。そう100以上溜まるやつなんで、チャージ時で102溜まるんで、まああのスタックバフとかあんまりないんで、まあ勝負師あるけど、ちょっと俺はモーション長いから抜きました。勝負師入れてもいいんだけど、これはなんか好みというか、勝負師、多分勝負師入れた方がいいのかもしれないけど、コネクトのチャージって当てづらくないですか？当てづらい当てづらいけど、その分避けやすいっていう感じはしますね。なんて言うんだろう、そのチャージ時じゃない普通のスキルをコネクトに入れると、後ろに下がっても追従してついていっちゃうんですけど、チャージ時のやつを入れると逃げるときに、後ろに下がったらそのまま追従してついていかないんで、そういう逃げやすさはあるとは思います。で3連結目はまあスナピ、まあ、これはまあ言わなくても多分わかると思う。でまあとにかくこのコネクトチェーン効果で369増加するのがすごくいいんで、まあ、はい、とにかくこのコネクトを打つっていうだけでもかなり意味があって、まあスタックバフとかそんな持ってなくても、あのパーティーの筋力増強とか入れてくれるから、このコネクト入れるだけでもすごく大きいので入ってます。確かに。でまああの筋力増強使う人いなくても、まあ、これ入っててあのスキル周りがかなり良くなって、まあ、結果なんかすごいあのもっとあの回す回数が多くなるんで、やっぱ入ってる方がいいなって感じたんで、まあ入ってます。なるほど。はい、質問いいでしょうか？はい。はい。パワーライフのアスナは、うん、あ、アリスか。うん。これは、うん。なんで入れてるんですか？いや、これずっとなんか悩んでて、これなんか違うなって思いながらなんか入れてるんですけど、うん。なんか、もともと、なんていうの、入れるのにすごい悩んでたんで、最初、これを入れてたんですよ。あの、HP が50倍以下の時に攻撃力が上がる、しかも覚醒で強撃だから入ってはいたんですけど、弓って結構攻撃力が上がる火事場系のバフが多いから、あの攻撃力上昇よりダメ上昇を上げる効果入れた方がいいかなと思って、次これを入れてたんですよ。それなんか、あの、水ダメが 18.2% で、まあ、非戦。だけど、なんか、本当に他にいいのがなくて、これ結構弱い方だと思ってて。うん。まあ、覚醒だしと思って入れてたんですけど、最近ちょっと、まあ、リラックスタイム。これか。こっちが当たって、まあ、一応、アリス3枚っていう条件を使わなくても、水ダメ 23% なんで、うん、まあ、さっきの、まあ、ミトのこの 18% よりは、まあ、数値大きいから、まあ、アリス条件は満たさなくてもなんか入れたら少し違うのかなみたいな感じで入れてるけど、ちょっとここはすごい迷ってます未だに。これあれだよね、今手持ちで迷うとしたらさ、うん、あとリーファーのやつもあるじゃん。どれ？放送強化4。これそう、これもありなのか。でも俺リーファ条件とかないから。あ、まあそうなんだけど。うん、あ、そうだとしても結構いい候補みたいな感じ。
うん、なんか、例えば、うん、アクアコンバージョン4と、うん、じゃあクッキー使ったラージオーダーどっちが強いのって言われたら、うん、まあダメージ系伸ばしたいのはわかるんだけど、うん、割と、うん、あ、そっか、状態異常回復しちゃうからダメだわ。あ、そっかそっか。あ、でも、例えばラージオーダーだったら結構迷わない。うん、覚醒で 24.7% 攻撃力が上がるのと、うん、ダメージ 23%、うん、どっちの方がいいのかなって。ちょっと迷うから多分、イギリスジムで確認したりすると思うけど。そうだね。ってなってくるんだけど。でもなんかこれ、ここら辺、イギリスジムで確かめたけど、ここら辺なんか変えてもあんま変わんなかったんだよな。まあそんな気はする。あんまり変わんないけど、なんとなくこれのがちょっと数値高いからこっちかなみたいな感じで入れてはいるけど。あの、アクアブーストのコハルはないんだっけ？アクアブースト、俺ウィンドブーストならあるけど、アクアブーストはない。ああ、そうか。シュートのシノンが出た時にさ、小春の、それがあったから、ブーストそれと組み合わせると強いやとは思ったんだけど。ああ、なんかね、なんかいいのなくてね、まあ、一応、ね、スティックブーストのアビリティこれぐらいしかなくて、これじゃちょっと、さすがに、いや、スティックブーストのために。こいつは使えない。そうなんだよね。ユスケバースデーのキリトアビもそんな変わらん。バースデーのキリトアビってなんだっけ、やけどになるやつ。バースデーのキリトアビ、あ、これこれユスケウィンドコンバージョン、ウィンドでしょこれ。そうね、これは別に、でもそんだったらなんか青だ、属性合ってないから青バラ、あ、非戦青空キリト、まあ、とつってないから、ネオンガイ、ちょっと、小石足りなすぎて、レベル80だから、スキルレベルが。どうなんだろう、非戦もあるのか、こっち。俺は、うん、非戦で 20% アップだから、20%? 非戦 5%? いや、だから、その、アリスのところを、あえてそれに入れて、うん、攻撃力 20% 上げる上に、非戦、うん。だから、かいや、パーライズとか考えずに、ウィンドコンバージョンとかね。要は、攻撃力 20% と非戦の、アビリティを入れて、こっちの方が出るかもしれなくねっていう話じゃない？ 25% ぐらいってこと？ 20%、あ、そう、まあそうだね。そうだね。非戦も入れたら25ってことだね。なるほど。まあ、あとは、狼アスナがあったら一番いいんじゃない？うん。ハロウィンで当てれば。ハロウィンで当てれば。きついなぁ。ハロウィンで当てればなぁ。でも、オオカミアスナはかなりキャラ指定条件が緩い方だから、パワーラーの中でも。いや、あれ強いよ。本当に使いやすいスキル。正直、青バラキリトより汎用性高い。ユスケのオオカミアスナ当てれば解決。始めたての。私も狼アスナですね。あ、そうなんだ。いいな。31層は。いいな。ただ、このパワーライズのサチみたいなのが、うん。1ポイント1にしづらいっていうのが。そうだね。俺はもう、このデメリット効果使わずに、やってるね。もう、置き換えですか？もう、そうだね。裏セット、なんていうの？裏セットやっぱ熟練インゴ積んで、HP3 万ぐらいにしてって感じだね。これは、一応パワラ4は持ってるけど、入れてるだけパワラ4だから。そうだね、こうは、まあ一応多分戦えなくはないんだけど、やっぱきついね。死んじゃうね。たまに1で、道中で死ぬことあるんで。いや、道中は1でやらないな。俺は、槍に戻して、まあ回復しながら、HP3 万ぐらいでも道中モブ狩りしてますね。あ、っていうか、どうなんだ、道中さ、HP 残り1でやる人ってあんまいなくない？絶対ない。ないよね。まあ、俺は、うん、あの、この間のシリカあんじゃん。うん、あの、先々位置とさ、うんうん、ポーションの回復量超上がるやつ、うん。あれの、しかも 80% 以上で攻撃力が40ぐらい上がるじゃん。うん、そうだね。あ、う、あ、ん。だから、うん、あの、斧で道中は回ってんだけど、うん、あの、リーファの、ワルツだっけ、うんうんうん、ワルツだっけ、うん、ワルツだよな。うん、あれで、
モブ狩りしてんだけど、うん、アビリティ側は、その、シリカとか入れて、半分までは自動で回復させて、うん、残りはポーションで回復して、うんうんうん、で、3万1000に合わせてる。あのシリカ、そういう使い方なの、うん、結構さ。いや、俺はもうここでめっちゃ使えるやんと思って、ポーションめっちゃ使う人だから、俺もそうだ、ね、ポーション倍回復してくれるから、うん、いつもとの使う量の半分でいいんでしょうって思って、うん、あ、節約にもなる。え、人権じゃんって思って。そうだね。そう。で、マックス回復しとけば、攻撃力が、歴戦よりも上がるから、40%。ワンパンしやすいっていう。そうだね。確かに。ユスケが入室しました。え、でもさ、しかしもう引けねえな。道中、残り HP1 でやる人って結構始めたての人多いけど、たまに、いやでも野良だとたまにいるね。下手なだけじゃない。あ、でも、うん。それか弓の火事場でしか倒せないとか。あ、でもそうだね。でも、弓って結構モブ狩りしにくいから、でも、どうなんだろう。アクトさんは裏セット 何にするつもりで。大体多いのが、斧直剣槍。槍？いや、裏でなかなかその、道中スキルがなくて困ってるって、ね。そうなんだ。お茶会とかないんですか？ないっすよ。いや、でも最悪なんか、俺だったらこの、なんだろう、こういうやつで、なんか、ここに、なんか、何ハロウィンの勇気みたいなのを入れて、なんか2発で倒したりとかあるけど、ワンパンできなくても、なんか頑張れば、なんか、モブ狩り用の編成とかにすると、なんか2発で案外倒せたり。うちの家具さんがね、うん、あの、凸でも、水でもないんだけど、うんうん、忍者アルゴ、うん、あれでワンパンしてる。あれもう欲しい。じゃあ、あれかな、駅員友情とか俺頑張ればできるかもしれないってことなのかな。え、水モッドって他武器でなんか持ってます？水モッドの全体攻撃が少ないですね。あー、まあでも最悪、反発でも一撃で倒せんだったら、まあ、そう。だから、あの、浮いたモブを倒す役はやってるっていう。ああ、なるほど。いいんじゃないですか、それで。もう30。なんで集めないので、うん、あの、ヒットポイントが低くても、まあ大丈夫かなって油断してると、死ぬっていう。まあでも、ボス戦で結局、うん、あの、何かしら食らうから、うんうん、まあ HP1 っていくことはあんまない。そうだね。そうですね。その方が安全ですね、31は。特に私の場合、小春なので、ちょっと、31の時は結構、ヒットポイント多めにいってます。なんか特に小春。そうっすよ。85の時は、結構1でもそのまま強気で突っ込むことはありますけど。あ、ね、うん、あ、俺も確かに1にはしてなかったけど、5000ぐらいでやってたわ。うん、なんかコネクト中結構死にやすい感じがする。なんか制御効かなくて、みたいな。あ、だから、その、入ってるスキルによって HP、うん、あとプレイスタイルによって HP が変わるんだよ、30は、うん、俺は3万1000か3万2000ぐらいがちょうどいいなってなって、うん、あの範囲攻撃とかはさ、割とすぐなんだろう、食らう直前にさ、あってなるじゃん、うん、だからポーション連打したら俺の場合、うん、あの2000回復のやつが、あの暴走強化のリーファが、あのポーション回復量が高くなるのよ、普段より、うん、だから2000のやつをめっちゃ連打したら2回使えるじゃん、うん、だから2500って回復して、あとはポーション800回復するやつも1000回復するから、両方とも2連打できたら7000回復するので、3万8000か3万9000ぐらいになると2発分ぐらいは耐えれるのよ。おー、で3発目が来ちゃったらもう諦める。だコネクト中に3回食らったらもうアウトだけど、2回までは耐えれますよっていうのが3万。2タップしてもマックス回復する役ではないらしい。え、そうなんだ。2タップ？だからポーション連打しても。2500って出るけど。あ、そうなの？アルファ C 回復ポーション2回タップするんだけど。あ、2回やったことになってないってこと？え、でも俺、連続ね、3万8000、9000ぐらいまで回復するよ。あー、え、でも、あれ、シンさんの場合、あれでしょ？あの、治癒強化のも入ってんじゃないの？アルファ C。あ、そう。あ、でもそうか。ああ、なるほどね。500ってそういうことか。あ、そうなんだ。知らなかった。そうなんだ。知らんかった、俺も。
大体まあでもとりあえずそんぐらいは回復する。うん。大体みんな裏セットの武器にこの最大 HP50% 低下のやつ2つぐらい入れると、あの3万くらいになります HP 大体。でまあコルインゴとか詰めとくと、なんかついでにコルもなんかもらえたりして。またユスケがプチラン癒し系配信者編ランキング応援ギフトを送りました。癒し系配信者、癒し系だったんですね。癒し系だったんですね。とりあえず31箱んなとこでいいかな。いい気がしますね。まあ、あとは、なんだろう。まあ、ちょっと細かいこと言うと、俺、あの、コネクトが基本 C じゃなくて、筋力増強が入んないんで、まあ、あの、サブタンク、タンクサブタンクが筋力増強。シード36、いや、アクトさんに聞いたんだけど、ごめん。アリアが流出しました。スタックブーストを、活用するのは、あの、もし自分がスキル持ってたらやりたいなと思った子だったので、うん、実際にやってる人がいて、うん、ちょっと参考になりました。よかった。あれ、アクトさんは基本 CC の持ってんの？基本 CC のちょっと前に手に入れたばっかりで、まだ活用してないっす。いいな。あの、無料オーダーで出ました。いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。シード36、発表できいやでもちょっと前セレクションで手に入れようとめっちゃ課金して回してたので、それがここで出るんだって感じでしたね。いいね。でもまあ出たなら、そうまだ出たんなら、え、水モッドって何枚持ってるの？1枚しか持ってないですよ。小春しか持ってないですから。あ、そうなんだ。そう、クリスマスセレクションも引いたんですけど、そのシノン出なくて。なるほどね。次クリスマス来るから狙えるっちゃ狙えるのが、うんうん、まあでも基本シーンもあるしいいんじゃない。でそうだ、小春動くのがね、まあ、ちょっと嫌ですよね。慣れれば大丈夫。慣れればそうそうそう、あのこの辺の位置に移動するなって、そうだね、想像しながらやれば、まあ、そこは、まあ、やっていくうちに。シード36、うん、アクアブーストの小春とかあれば相性良い。アブスの柄あったあ、ね、水モッド、まあ、2枚、確かに2枚あった方が強いけど、2枚分そのスキル枠圧迫しちゃうんで、1枚なら1枚で他になんか入れられるスキルとかあって。確かに。うん。シード36、あと、リリースもクロス結構強かったよね。そうそうそう、あ、そうそうそう。リリースは強い。俺も全部使っちゃったクロスリリース。そう、全部使っちゃったの。そう。アクアブースの小春のないな。うん、さ、そのさ、小春っていうとさ、俺さ、なんかすげえ迷ってさ、一回さ、なんだっけ、すげえ悩んだ結果さ、これを入れらんないかみたいなさ、思ったことあるんだけど、これ3秒ごとに HP 回復しちゃうんだよ。これをさ、入れる勇気はさすがになかったな。アドバンストルーパー3の小春なら持ってますね、アービー。シード36でも60ならまだよくね。 60? これ配布の、あ、60回復ってことか。そうだね、60ならまだ全然いいかな。シード36どうせ連勝入るし、あんまり気になんないな、60なら。そうだね、精神統一3っていうだけで小春をこれねじ込もうとしてさ、でこのさ、この小春を入れるとさ、ここのさ有機を3枚入ってるから、この分シード36でも精神統一しか入らないからあけどな。そう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 、そうなんだけどね。普通に変わらず、こうもう2枚目を手に入れてるんで、あ、いいな、やろうと思えばできるんですけど、ね、なんかスキルいっぱい持ってるね。なんかサーニャが出たんすよ。いいなぁ。いいなぁ。なんでさ、サーニャも持ってんの？サーニャは、なんか他の狙ってた時に出て、いいなぁ。なんか、この前無料で被りました。本当だよ。本当だよ。そこで出るなら、課金しなくてよかったやん、みたいな。いや、でもそう考えると、だって俺でも野良パーティーだといい方って言われてるんだから、アクトさん全然いけるよ、火力。ノラは、そうですね、参加してみたいですね。いける、全然いける。だって、あの、ワン覚醒1500、600万ぐらい出せれば全然いい方だもん。
ノラだと。もう本当に。まだ31層スキルの構成を練り切れてないんで。うん。でも今回のだいぶ参考になりました。まあでも大体分かったんじゃないかな。まあ、いや、分かりやすかったです、ね。うん、いやでもやっぱ俺だとすごいくどくど細かいことを言っちゃうから新さんの方がすごい、いや、いいコンビネーションでした。あの、そう言ってもらえるとありがたい。